今日めちゃくちゃ鼻が鳴ってるオマルポルカです。このラジオはポルカラジオかは変わらないラジオ、変わらないオマルポルカを目指して追求していく金曜日に行われる10分くらいの番組です。と、なんかね、鼻がすげえ鳴るよ。だいたいポルカ喉もなんか口内を昔手術したことがあるからすごく滑舌が悪いんね。まあ滑舌が悪いとかごまかし方が上手くなっちゃったとか、何ぬねのの時にすげえリップノイズ乗っちゃったりとか、あとなんかうんっていう時に鼻が鳴っちゃうとか、ここら辺でよく収録とかする時にリテイクされるんだけど、今鼻鳴ったのでお願いしますとか、今ちょっとプチノイズ入っちゃったんでもう一回お願いしますとか、結構演技は良かったんだけど今の感じでお願いしますとか多いですね。ノイズってさ、めちゃくちゃ、まあ、特に声優さんのね、収録とかもポルカこの前お手伝いさせてもらったけど、めちゃくちゃその時は本当にもう監督さんが入ってすごいディレクションしていただいたんだけど、やっぱりよポルカ必ず鼻鳴るねって言われる。ふがーってしちゃうんだよ。なんか勢いをつけた時にってなるの。なんかこんな大げさじゃないけど、ちょっと気をつけて聞いてみると、あーポルカ鼻鳴ったんかなって思えると思います。ポルカもね、今日のこの収録で鼻が鳴った箇所があったら今のとこ鼻鳴りましたっていうので、あとはまあ朝起きた時は鼻声だよね。アレルギー性鼻炎あるあるなのかもしんないけどさ、で口内を手術したから、その何ぬねのが言う時に絶対にピチ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 って入るようになっちゃったから嫌だなーって、その時確信したんだよね。ポルカは多分声だけの仕事にはつけないんだなーって思った。ナレーションとかクソ下手くそでさ、今はこのトーンで話せてるからいいけど、表でそうやってちゃんと仕事をする時にちゃんと読まなきゃって思ったんだよね。でもさ、その意外とちゃんと読まないというか、ナチュラルに言わないと逆になんだろう、伝わりづらい。片言じゃさ、なんだろう、この景色はすごくなんとかの大地のところにそびえ立ってみたいな感じだと聞きづらいし、なんか耳に痛いっていうか、この景色はなんとかのかんとかのかんとかでそびえ立って、なんとかの木がすごく生い茂っておりますみたいな。でもポルカ一度舞台に立っちゃうと肩の力がめちゃくちゃ入っちゃって、お前ポルカですイエーイになっちゃうから、このラジオやれてるのが奇跡だよね。あと歌はすごく綺麗に撮らなきゃって最初思ってた。歌とかそれこそ鼻鳴ったりとか、もうなんだろう、歌う時ってベチャ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 ってなるじゃん。そういうのが何気にないようにしようと撮ってたんだけど、意外とプロの方の曲とか聞いてるとニュアンス重視で、ちょっとぐらいのノイズよりかはなんかその人の気持ちとかその時の感情とかが入ってるなって思って、あ、もうちょっと汚くしてもいいんだなって、まあ、汚くっていうかそのままありのままでもいいのかなって思った。意外とね、その例えば高音がすごい綺麗なリサさんとかもなんか、あ、このテイク使ってるんだっていうのが多かったりして、自分で歌う時はめちゃくちゃやっぱ綺麗に撮らなきゃって思うから新鮮でした。ピチャ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 っていう音で思い出したんだけど、この前さ、コンジェムってしさ、映画見てさ、ちょっと YouTuber がホラー映画を撮りに行くみたいな、生配信をするみたいな感じ、すげえなんかリアルだったんだよね。わ、すげえめちゃくちゃ見られてるぜ俺らみたいな、今日は100万人に見てもらえるかもなみたいなことを言いながら進んでいく、ホラーっていうか廃墟に進む人たちみたいなね、その廃墟に入ったところでポルカはもう、おいおいそれって犯罪じゃねえのとか思いながら、すごかった。犯罪が黙認されていた。そこに出てくる、あ、ネタバレになっちゃうか、まあピチ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 がちょっと関連してくるっていうかね、ホラーがもしお得意であればちょっと見てみるのもどうでしょうか。ポルカはね、ホラー映画はね、叫べばどうにかなるし、人とかと見れば最悪どうにかなるし、ホラー映画は地味に好きだよ。ただ
遊園地の怖いアトラクションとか、いや怖いアトラクション、お化け屋敷とかもなんだかんだ行けるんだけど、あの海のなんかあのエレベーターのスンって落ちるやつマジ無理。フリーフォール系が無理なんだよね。下にスンって落ちるじゃん、怖すぎる。胃袋がさ飛び出ちゃう口から、なんか臓器が全部口からバラバラバラって出ていっちゃうんじゃないかなと思う。胃袋がひっくり返っちゃいそう。あれ乗れる人すごいなと思う。それだったら逆に速度があるコースター系とか、それだけでなら大丈夫、うん、速度があったりとか落ちたりとか、なんかフリーボールとか絨毯系とか本当に苦手。その重力をさ自由に操るなよって思うあでもバイキングも苦手かもな。なんかあの船のやつも苦手かも。なんかグワン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 入れるやつ、あれもな。ところでこの前コラボしていた、あ今鼻鳴ったわ、まあ置いといて、コラボしてたあのアトラクションではめちゃくちゃ怖い乗り物がいっぱいあるらしいけど、あ今鼻鳴ったわYouTube でね、なんかその視点で見られる動画とかが上がっててめちゃくちゃ面白いよって話。なかなかその乗った人の視点でカメラ撮っててくれてるから乗った気分になれるみたいな、それが結構面白かったな。あ怖い怖い怖い、ははなんでこれってなる見てるだけで普通に叫んじゃったね。えあれもネタバレだけどね。でもさネタバレって言うけどさ先が見えなかったんだよ。なぜならあの落ちる角度がえぐすぎて先が見えないから、この先自分はどうなるんだろうって感じ。コースター離れちゃうんじゃないかな、マイクラのペコランドみたいにって思ってたもん。怖えよ本当にいろんなこと考える人がいるんだな。すげえなんだろう、サディスティックなのかな。それを見てさやった成功したぜって思えるってすごくない。ポルカ観覧車もそういえば苦手だったわ。苦手っていうかキャーキャーキャーって騒げばどうにかなるんだけど、今このまま事故ったらどうなるのみたいな感じで本当に怖いわ。まあでもいいよね観覧車。上に行った時とかロマンチックって言うけどさ、一番上が一番怖いやっぱ。だってさ、だって上だよその瞬間さ右も左も何もなくなってさ全部見えちゃうのめっちゃ怖いなと思って。意外と長かったりするし降りるまで、でそう乗ったら降りられないっていうのが怖いよね。もう自分の意思じゃさどうにもできないんだよ、ただただ運ばれていくだけ。怖いね怖すぎるだろ。そういうのを考えるとまあどのアトラクションもそうだけど、やっぱ遊園地行くのって勇気いるよね。結構怖い。新しいやつとか乗るのはすごく、怖えなって思う。だから新しいもの好きの若者はすごいとは思うよ。でもただそのインプットをしないと自分も若者になりえないところはあるから、やっぱり気をつけねえとな乗りたいとは思うんだけど、やっぱり一人じゃいけないし、友達と行くにしてもなんかやっぱ長い時間一緒にいられる友達ってすげー限られると思うんだよね。それこそこの前5期生と行ったけどさ、5期生とはさ全然普通に話せるし一緒にいて心地がいいし、まあ行ったに入るか分かんないけど、ポルカが遅すぎて、なんかそういう子たちだったら全然 OK なんだが、いやー付き合い始めたてのカップルがディズニー、あ言っちゃった、ディズニーとか、なんかもうわからないですよポルカは。付き合いたてのカップルで夢の国、もう並んでる間何するの、おしゃべり花咲くのかな。ちなみにポルカはもう友達とひたすらネットフリとかで映画を見る感じですね。それが一番いい、時間も無駄にならん、最高やね。なかなかそんなもんかな。みんなってそういうの好き？あ、空中でさペダル漕いでさ自転車みたいにさして遊ぶ子供向けのやつとか好きだったな。
というわけで、そろそろ季節的にも寒くなっていきますので、皆様お体お気をつけて、ポルカラジオかは変わらない番組、変わらないラジオを目指しております。来週も多分この時間ぐらいにほにゃほにゃと上がるんで、ほにゃほにゃと聞いてください。リアルタイムでも、リアルタイムじゃなくても聞けるようにアーカイブももちろん残るし、まあ全然コメントとか反映されないんでね、この動画。うん、いいんじゃないかな。うん、好きに聞いてくれよろしくな。じゃあポルカ終わるか。終わるよ。お疲れー。